どうもこんにちは、メタルゾンビチャンネルの渡辺です。今回のテーマは、カラーグレーディングの基礎を学ぶ方法ということで、やってみたいなと思います。カラーグレーディングの基礎を、正しく学ぶ方法ですね。これは、誰もができる方法というのを、ご紹介したいなと思うんですけども、それはですね、これを読むということですね。カラーコレクションハンドブックっていうこちらの本ですね。この本がですね、僕もいろんな映像関係の本は基本的に発売されたりとかしたら、全部目を通すようにしていたりとかするんですけども、これがですね、全て、これネットでも、何でも、本でもそうなんですけども、日本語でですね、カラーグレーディングの基礎をしっかり学べるのが僕が知る限りもこれしかないなという感じです。他にもいろんなカラーグレーディングの本とかいろいろあるんですけども、情報がですね、ネットにも出ていたりもするんですけども、やっぱこれしかないなというふうに思っています。いや、この本っていうのは結構分厚くてですね、読むのが大変だっていうことなんですけども、これよく言われるんですけども、ただ実際基礎を学ぼうと思ったらやっぱりこれでも正直足りないなと思うぐらいで、これは本当基礎なんで、あくまでなので、これだけではちょっと足りないんですけども、それでもですね、こんだけ の,、分厚い量があるという感じになります。で、これってじゃあどういう本なのかっていうと、この本を書いている方がですね、ダヴィンチリゾルブ の, 解説とかをですね、取説とか書いてる方らしいんですけども、この本を作るにあたって、世界で活躍している、いろんなカラリストさんとかのアドバイスももらいながら、作ってると。で、例えばよく前、多分ここ2年ぐらいは来日してないと思うんですけども、日本でもカラーグレーディングのセミナーとかで、ジャイルズ・リバシーさんという昔で言うと、トゥームレイダーとかですね、そういった映画 の, カラーグレーディングを担当をされたそのジャイルズ・リバシーさんとかもこの中に情報をですね、提供していたりとか、あとはカンパニー3ってポストプロダクションカラーリストの、ところがあるんですけども、そこのですね、デイブ・ハッシーさんっていう方がいて、そのカラーリストさんっていうのは有名なのだと、ワイルドスピード の, 一番最後の作品ですね、9番目の作品ですね、ちょっとタイトル忘れちゃったんですけども、そういった作品とか、あとはテイラー・スウィフト の, ミュージックビデオとかですね、担当されているカラーリストの方がこの本について全部内容をチェックして、そしてアドバイスを、くれてるということで言われていて、で、最近もなんかあったんですけど、記事であったんですけど、そのデイブ・ハッシーさんという方が、カラーグレーディングをしっかり学ぶためにはどうしたらいいですかみたいな、何かおすすめとかありますかっていうような質問に対して、この本を読むことですみたいな感じで答えられてたんですけども、それぐらい結構この本っていうのはすごくよくできていると。で、僕もですね、この本を実は知ったのは前のですね、制作会社に行った時に、僕の上司からですね、これを読めということで勧めてもらってですね、で、当時は正直ですね、結構億劫だったんです僕も。で、会社にいつも置いてあったんで、それをですね、上司がこれ棚に置いとくから、みんな見るようにみたいな感じで言ってたんですけども、当時はなかなか僕もですね、そこまでちょっといかなかったっていうのはあったんですけど、一応当時も読んだんですけども、ちょっと全部本当に熟読するっていうところまでいかなかったというのがあったんですけども、でも本当にこの本はですね、すごいいいからということで、おすすめしてもらって、今ではですね、本当にすごい、どれだけすごい本なのかと。で、値段がですね、税込みで7400円ぐらいするんですけども、これはゼロが1個増えて7万4000円ぐらいしたとしてもですね、全然買う価値あるなというような内容になっています。で、あとこの本はいいのはですね、この中に出てくる、その、
なんですか、まあ、素材、映像の素材なんですけども、一応あのネットからですね、ダウンロードできるようになってるんで、あの、まあ、この本にですね、まあ、書かれてる、まあ、アドレスからですね、その、素材をダウンロードして、実際にこの本に書かれてるやり方で実際に試すことができるということもですね、すごくまあ、お得な、ポイントなのかなと思います。ということで今日はですね、カラーグレーディングの基礎を、学ぶ方法ということで、やらせていただきました。で、一応この、カラーコレクションハンドブックのですね、リンクを動画の説明欄に貼っておきますので、もしですね、まあ、この本を買ってみたいという方はですね、ぜひチェックしていただければなと思います。あとですね、僕の映像編集サロンというのはやっていますので、この、YouTube チャンネルのですね、まあ、右上の、リンクか、まあ、もしくはですね、コメント欄とかにも、リンクを貼っておきますので、よかったらぜひチェックしていただければなと思います。ということで今回はですね、以上となります。